こんにちは、スイートグラノーラバーを作ります。クックパークッキングシートを耐熱皿に敷き、くるみ 30g を乗せ、500ワットのレンジで約1分加熱し、カリッとさせます。取り出したら粗く刻みましょう。ジップロックコンテナーを用意し、クックパーをコンテナーに敷き込みます。鍋にバター 40g を入れて溶かしたら、マシュマロ 80g を加えて木べらでかき混ぜながら溶かします。均一な状態になったら、フルーツ入りグラノーラ 100g と刻んだくるみを加えて混ぜ合わせましょう。混ざったら生地をコンテナーに入れます。クックパーをかぶせ、均一な厚みに伸ばしましょう。固まる前に手早く広げるのがポイントです。冷めたらコンテナーの蓋をして、冷蔵庫で切りやすい硬さになるまで冷やします。クックパーならベタつく生地もさらっと剥がせて崩れません。これを12等分に切り分け、湯煎で溶かしたチョコレートでコーティングし、チョコが固まる前に製菓用のトッピングで可愛く仕上げて完成です。バレンタインにおすすめの簡単レシピ、ぜひお試しください。